今日はイタリアの一番人気のお菓子のティラミスです。超クリーミーで甘く素晴らしいコーヒーの香りがきっと元気にさせる。便利なことにこのレシピはほぼ混ぜるだけで作れます。超簡単で何度でも作りたくなると思います。では作っていきましょう。最初にティラミスでやらないといけないことが2つあります。まず1つ目はマスカルポーネチーズを冷蔵庫から出して常温に戻し柔らかくすることです。こうすることでチーズが滑らかになり完成したティラミスクリームにダマが残りません。2つ目はティラミスのベースと真ん中に使うサヴォイアルディというクッキーを浸すためのコーヒーを準備します。エスプレッソが一番いいですが、エスプレッソマシンやポットがない場合は濃いめのインスタントコーヒーを作りましょう。アルコールが好きな方にはアマレットやラムを少し加えることをおすすめしますね。お酒が好きだったら風味がマジでレベルアップになります。ただしお酒を飲まない方はコーヒーだけでも美味しいですよ。コーヒーが温かいままで使ったらクッキーが浸す時に溶けてしまい、ティラミスのクリームも溶けてしまって空気と軽さがなくなってしまいます。だから最初に作って常温か冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、次のステップ、ティラミスクリームを作りましょう。このレシピでは生卵を2個使用し、生のままで使うから食品安全のためにできるだけ新鮮な卵を使った方がいいです。卵をボウルに割り入れ、卵白と卵黄を分けます。卵白に卵黄が少しだけでも残ってたらしっかりと泡立てないので卵黄を壊さないように注意しましょう。そしたら卵白を泡立て始めます。ティラミスは卵白の影響で軽くてふわふわな食感になりますね。まず低いスピードでこんな大きな泡ができるまで泡立てます。次に 45g のグラニュー糖のうち適当に3分の1を加えてまた泡立てましょう。徐々にスピードを上げながら角が立ち、ツヤが出るまで泡立てたら完成です。勇気があるならボウルを逆さまにしても卵白落ちてこないかを確認してみてよ。落ちなかったらとてもいい感じです。次は卵黄ですね。卵黄に残りの3分の2の砂糖を加えて、これもミキサーで混ぜます。砂糖が飛び出さないためにゆっくりと始め、徐々にスピードを上げていきますね。ここで気づいたのですが、こんなにでかいボウルで少量を混ぜるのはちょっとめんどくさいな。なので小さなボウルに移して続きます。グラニュー糖が溶けて卵黄が少し軽くてこの薄い黄色になるまで混ぜますね。前の大きなボウルに戻し、そこからティラミスクリームの作業を続くね。次はマスカルポーネ。マスカルポーネはティラミスの主要な材料だから、可能であれば少し質のいいものを使うことで風味がもっと美味しくなりますよ。常温に戻した柔らかいマスカルポーネを卵黄に混ぜ合わせますね。潰しながらダマがなくなるまで滑らかになるまで混ぜましょう。実はできるだけ滑らかにするためにはウィッパーを使うのがベストです。この状態ではよく混ざったので次のステップに続きましょう。ティラミスに卵白を加える際の目標は、最初に泡立てた時に入れた空気を抜かないようにすることです。お菓子作り初心者の方はこれが難しく感じるらしいですが、ステップと理由を説明します。まず卵白の3分の1を卵黄とマスカポーネの混ざり物に加えます。この最初の卵白はかなり強く完全に混ぜ込むことができます。少し空気を抜きますが、この少量を最初に加える理由はマスカポーネを軽くし、残りの3分の2をさっくり混ぜるのを簡単になるためだから、少し空気を抜いても問題ないです。残りの3分の2の卵白を加えます。ここでは混ぜるのではなくボウルを回しながら優しくさっくり混ぜることです。正しいのやり方はボウルを半時計回りに回しながら、ボウルの側面にゴムベルを吸わせるようにしてクリームを持ち上げ、手首を返してクリームを中心に落とす。ツヤが出て色が均等になったら完成です。このやり方に進んだらふんわりとした軽い口当たりのクリームが仕上がりますよ。卵白が完全に混ざったら、次は生クリームを泡立て加えます。本当は生クリームは伝統的にティラミスではあまり使われませんが、卵白だけよりもティラミスに強さを与え形を長持ちさせると思いますね。生クリームを8分立てに泡立ててから2回に分けて前と同じくさっくり混ぜます。それじゃあティラミスクリームがよく混ざり滑らかになったのでティラミスを仕上げましょう。お皿と冷えたコーヒーを準備しましょう。僕はこのイタリアのサヴォイアルディクッキーを使いますね。カルディなどの輸入食品店やオンラインで買えますよ。メレンゲベースの甘いクッキーで焼く前に粉糖をまぶしています。
僕だったら作るより買うことはおすすめね。買ったものはそれに美味しいらしい。自分で焼かなかったらこのティラミスは早く作れるからね。クッキーをコーヒーに最大で3秒間浸します。2、3秒が完璧。それからお皿の底に隙間なく並べて、底を覆うように軽く押し付けます。今クッキーがちょうどお皿の幅にぴったり合うことに気づきました。それが便利ですね。最初のクッキー層がお皿に並べたら、ティラミスクリームの半分をその上に置き、ゴムベラなどで広げてお皿の端まで行き渡るようにします。その後もっとコーヒーに浸したサヴォヤルディクッキーをもう一層その上に並べます。最後のクッキーを入れたら、残りのクリームをその上に乗せ、表面を平らにしましょう。持ってたら長いのパレットナイフの方が楽だと思いますね。終わったらペーパーで端を拭いてきれいにして、ラップを包んで食べる前に冷蔵庫で固めることが必要。作った時から次の日ですね。ティラミスは20時間冷蔵庫に入ってて固まりました。すぐ食べたいとわかるけど、この固まる時間が大事なので我慢してください。当日に食べたいなら最低に6時間待っててね。時間があれば前の日に作った方がいいと思います。じゃあラップを外す、見てみましょうか。十分に固まってるかわかるポイントの一つは、ラップはくっつかず簡単にこのように外れますよ。食べる前に上にココアパウダーをたっぷりと振りかけ、もっと美味しくなる。冷蔵庫に入れる前に振りかける人もいますが、クリームからの水分を吸ってしまってココアが湿っぽくなる可能性があるね。その理由に、僕はもともとレストランでティラミスを提供していた時は、提供直前にココアパウダーを振りかけていました。それじゃあ切っていきましょう。自信を持ってティラミスにまっすぐ切り込み、お好みのサイズに切ってね。最初の一切れを持ち上げるのはいつも一番難しいですが、頑張りましょう。これが素晴らしい。コーヒーに浸したクッキーと、口当たりが癖になるほどのマスカルポーネクリームは、いいねを押す価値があると思いませんか？このレシピを試したらどう思ったかをぜひコメントで教えてください。新しい動画と美味しいレシピを見逃さないように、チャンネル登録もよろしくお願いします。これ食べたらティラミスがなぜそんなに人気かわかるでしょう。甘すぎではない。卵白と生クリームのおかげですごく軽いだけど、まだちゃんとマスカルポーネの味がしますね。そしてコーヒーとココアパウダーの苦味もちょうどいいバランスに整えます。今回もご覧いただきありがとうございます。次の動画にお会いしましょう。うまい